はい、皆さんおはようございます。今日は2024年の5月5日、子供の日ですね。この前は羊蹄山が全然見えなかったんですが今日はね、見えてますね、これね、これだけ見えてれば大丈夫だな。ね、前回も話したんですけど、この中山峠の日というのは、道南バス、ね、株式会社、これ徳中助光っていうらしいんですね。なかなか読めないんですけどね。これね、裏にもその彫ったね、普通はあの何年何月建立っつってね、石に彫るんですけど、全然これね、ないんですよね、これ、いつもね、誰かいつできたか知らないかっつってね、言ってたんですけど、わからないんだ本当にね。ただ、室蘭のね、新聞社がこの石碑を作るときに、徳中さんの自宅になんか取材に来たらしいんでね、なんかオープン式もやったような気するんだけどわからないんだよね。今日はまあこんなもんかな。またお会いしましょう。さよなら。